エダベス移行後に一番効果があったところは、やっぱコストが削減できたところですね。目標としてエダベス利用料を掲げた目標値からだいたい 80% ぐらいのところで着地しましたので、かなり効果はあったかなというふうに考えてます。主にですね、システム全般の組織運営、これからシステムどういうふうにやっていくのかとか、そこら辺を見ています。事業システム推進部の部長をやっております。株式会社レコチョクの松島と申します。レコチョクですけれども、事業範囲としては今までは配信中心にアラカルトであるとか、最近であると定額制っていうのを結構力入れてるんですけども、そこからそこを配信だけではなくて、入り口のアーティストを育てるっていうサポートするっていうところも最近は広げてって、また出口でいろいろなデバイスっていうのが出てきてますので、最近で言ったら事業拡大をしているような状況です。EC2 とか、RDS っていうのが一番多く使われています。他にもレッドシフトであるとか、あとはダイナモ DB、様々なコンポーネントを活用しています。で、採用した理由としては、今後 AWS がどんどん拡大していくっていうのが見えてましたので、弊社としては全て AWS 側に全面移行しようっていうような方針を打ち出そうというところで最初活用し始めました。 AWS 以外のサービスはほとんど検討してないっていうのが実際のところですね。その当時でいうと、もう2013年だったので、圧倒的な AWS のシェアがありましたし、落ちてない実績とかそういったところを見ると、やっぱり AWS を選ぶっていうのは最善の選択肢だったかなというふうに考えています。AWS 移行後に一番効果があったところは、やっぱコストが削減できたところですね。目標として AWS 利用料を掲げた目標値からだいたい 80% ぐらいのところで着地しましたので、かなり効果はあったかなというふうに考えています。エンジニア のモチベーションが変わっていったっていうのが一番大きいです。それまで AWS を導入するまでは、意外と古いレガシーの言語を使ってやっていたところが多かったんですけども、やっぱり AWS を導入した後は、いろんなコンポーネントを使えるであるとか、逆に言うといろんな CI を使えるようになったとか、いろんなさまざまな変化が起きたので、そこら辺が一番大きな効果だったかなというふうに考えてます。AWS が、結構いろんなサービス出てきてます。例えばラムダにしても、当然他の他社のサービスもあるとは思うんですけども、トータル的に見ると持ってるコンポーネント数が違いますので、エンジニアのモチベーションであるとかいろんなものが採用できるので、一番、いいソリューションなのかなっていう気がします。もう15年分ぐらいの配信データが、蓄積されてます。今後はそこら辺のデータを活用してビッグデータという形でいろんなリアルタイム分析であるとか、そういった部分にどんどん投資をしていきたいなというふうに考えています。その中でもマシンラーニングであったりとか、あとはキネシス、ビッグデータのコンポーネントを使いながら様々なチャレンジをしていきたいなというふうに考えています。